サタさん来た。皆さんこんにちは、無理やりです。今日の動画2本目かな。はい、急遽ねクリスマスということで撮りました。でね、ごめんなさい、本当にごめんなさい、手ぶれとか本当ごめんなさい。で、気持ち悪くなりそうな方は本当見なくて大丈夫なんですけど、三脚がちょっと壊れてしまってですね、今手で撮ってます。で、本当ごめんなさい。なのでちょっとブレブレしちゃうかもしれないんですけど、ちょっと数分頑張って、私もちょっと鍛えますね、手頑張ります。今日サンタさんが来る日じゃないですか。来たかな、みんな来た、来たかな、サンタさん来たかい。ほんでね、今日の朝ね、こうちゃんに今日サンタが来るから靴下を用意しといた方がいいよって言われたの。え、今日ですかと思って、いや、もうちょっと早かったらアマゾンとかで仕入れたのになって思ったんだけども、結局ね、靴下ドンキとか見に行ったんですけど、なかったんですよ。なのでちょっとこのキティちゃんの靴、なんかね、サンタさんの靴下っぽいキティちゃんのこのこれがあるので、サンタさんに手紙を書いてこの中に入れてねって言っとこうと思って。これキティちゃんブランケットなんですけど、ポッケになるようになってるの、こうやって。だからきっとここに入るかもしれないから、わかんないから、ここに入れてねって言って、枕元に枕みたいなやつを置いとくので、そう、ここにきっとサンタさんが入れてくれると思う。帰ってきたらそれはこうちゃんに伝えて、サンタさんに伝えてもらおうと思います。去年はね、家帰ったら本当にお帰りって感じだったので、私の方がちょっと帰りが遅かったので、今回はね、ちょっと私が早いんですよ。今日帰ってきてるのが早いんですよ。って言ってもね、多分あと30分ぐらいで多分帰ってきちゃうので、今からちょっとシチューを作って、ケーキを作って待ってようかなと思います。なので本当はその作ってる工程とかも撮ろうと思ったんだけど、三脚ね、なんで今壊れるんかね。ごめんね、本当ブレブレしちゃってね、うるさかったらごめんなさいね。マイクがやっぱ近かったりさ、ブレブレしちゃったりとかもすると思うので、ラブログの時もその関係もあったんですよ。実はちょっとね、三脚のこの部分が壊れつつあって、で、なんかプラスこうちゃん寝る前がね、ほんと子供みたいにねはしゃぐので、三脚に引っかかったりするんですよ。だからあんまりラブログを撮るときは三脚使ってなかったんですけど、なんかこう撮りに行ったりするじゃん、多分見てる子はねわかると思うんだけど、あー撮る撮るって言うんですけど、なんか余計なもん撮りに行こうとするのよ。ここに三脚を広げてるとするでしょ、ここを通ろうとするのよ、無理やり。だから三脚がガタンって動いて倒れたりとかしててだから動かないでって言ってるんだけども、そうなんですよ、三脚をいじる癖があってですね、そうなんですよ、ついに壊れました。ということで、本当にブログでしかなかったんですけれども、これを私は置いて寝ます。で、これをつなげます、この動画を明日のってか、だから私が寝て朝起きたら、起きたタイミングで撮るので、すっごいボロボロだったらごめんなさい。多分このフェードアウトしてスワってスワイプされた時の私がこんなんだったとしたらごめんなさい、本当ごめんなさい。でも朝すごいむくんですよ、こんな感じでこうやって起きるので、本当にやばい状態で起きるかもしれないので、ここから本当に閲覧禁止欄になるかもしれないんですけど、朝起きた時の私、本当にここにサンタが来たのかとわからないので、ちょっと朝起きた時に撮りたいと思います。ちょっと朝楽しみですね、なんかサンタさん来るかな。はい、ということで24日の私をさらば。サンタさん来た。マックだ、マック、宝か。昨日マックのこといっぱい聞いてるなと思って、しかも綺麗に入ってる、形がマックぴったりじゃん。マック、おはようございます。25日です。綺麗に開けたい。手が見ないの。え？あった。
りしたいわ。サンタさんからお手紙あるかと思った。あった、ね、肩ってきついね。長い、びっくりした。嘘、サンタさん行くみたい。嘘でしょ。まだ開けてないんですけど。いや、サンタさんに俺言っといて。待って、はい、ごめんなさい、本当にすごい、本当に大きなんですけど。あー、サンタさん来てた、びっくりしちゃった。でね、今書いてあったのが、あなただけの王子様、紅茶サンタさんでした。私のキャッチコピーが、あのピンク星からやってきたあなただけのお姫様、永遠の16歳、森有子と森崎アリスですっていう、あの私芸能活動をですね、来年でも10年目になっちゃうのか、長いな。まあその10年の芸能生活の中でですね、ずっと使ってるキャッチコピーっていうのがあって、このサンタさんは、このサンタさんはね、考えていてくれたみたいですね。はい、マックいただきました。ずっとマック欲しいって言ってたのは、そう知ってたんですけど、すっげえむくんでんな、本当にごめんなさい。綺麗に開けたいの、ちょっと待ってて。はい、ということで今開けました。やばいよ、ふぅ、眠い。はい、はい、マックのずっと、本当にこれは中学生の時から欲しかったキャンディヤムヤムです。もらいました。なんか本当に私、あの憧れの、朝だから泣いてる子供がサンタさん来たのかな。そう、なんかね、ずっと欲しかったですね。で、あのマックの前を通るたんびに、私これずっと試しにというか使ってて、あの試供品みたいな、わかる、サンプル使っては買えないなとか思いながらやってて、でコーチいない時もあったんですけど、もちろんなんかこの間ご褒美に、自分のご褒美に買おうかなと思ってて、でもパソコンが壊れちゃったから、本当になんか、私あんまり化粧しないからさ、みんなもよくわかってると思うんですけど、やっぱりあんまり化粧をしないのに、1本3000ぐらいってすごく私にとっては高いなって思ってて、だからなんか自分へのご褒美の時にいつかこれを買えたらいいなって思いながらお仕事を頑張ってたんですよ。なんかだからすごい嬉しいな、マック、ずっと欲しかった。ほんとこの、だからほんと11年、この芸能を始めてぐらいか、中1中2の時からずっと友達がマック使ってて、なんか豪華だなと思いながら見てたんですけど、すごい色がね綺麗なので、これ今度マックを使った化粧とかしたいな。ちゃんと紹介しますね、キャンディヤムヤム、可愛い色だから。はい、ということで、ちょっと朝も早いので、今日この動画を編集できるかわかんないけど、
私もちょっとお仕事なのであと30分ぐらいまだちょっと休みたいなと思います。はい、ということで皆さん、これは何が何日25に出せたらいいクリスマスを、そしてサンタさんが来ましたか、皆さんのところにはいい子にしてましたか。私はいい子にしてたか分かんないですけど、はい、こうちゃんサンタさん来てくれました。あー、毎日来てねって言ったらダメって言われて行っちゃった毎日お手紙もらうだけでも嬉しいですね。まあ、お手紙だけでも嬉しかった本当に。はい、では、またマックのレビューをできたら、3曲届いたらだね、このレビューはしたいと思います。では皆さん、いいクリスマスを過ごしてください。そしてどんなクリスマスだったかはあのコメント欄とかに書いていただけたらなと思います。みんながハッピーな一日を過ごせてることを祈りつつ、私はお仕事に行ってまいります。では森有でした。バイバイ。ありがとう、こうちゃんサンタさん。あー、忘れてた。チャンネル登録よろしくお願いします。いつもより短め、いつもより短めに最後やらせていただきます。チャンネル登録ボタンと過去の登録か、過去の動画は横にありますので、今寒くて手が出せないというのと、あと三脚が壊れてしまってるっていうのですごい状態取ってしまって申し訳ないです。はい、よろしくお願いします。森有でした。バイバイ。